先輩と二人三脚で。丸山城志郎26歳。柔道界を席巻するこの男を一気に飲み込むはずだった。だがライバルの反撃を前にオリンピックの切符は未だ手に入れられていない。失意の時、いつもそばで背中を押してくれたのが尊敬する先輩だった。後輩の活躍、やっぱ嬉しいものですか？嬉しいですね、やっぱり本当強いですよ。だって冗談抜きで強いですって聞いてどうですか？やっぱオリンピックチャンピオンになれば嬉しいですよ。そのコメントも嘘っぽい。自身のことより後輩の成長に目を細める大野将平は、畳に上がれば2年間無敗の絶対王者。これが大野。日本柔道界のエースとしてオリンピック連覇の権利を得た。柔道界の圧倒的存在から絶対的な存在に。そんな大野の後輩丸山城志郎は、偉大な先輩の背中を追い続けてきた。そして去年、丸山の人生は一変した。その布石となったのは2年前、同じ階級の世界王者阿部一二三を撃破。阿部を下しました。去年の世界選手権では直接対決を制し初優勝。遅咲きの苦労人が立場を逆転させた。やっとここまで来れて、大野先輩が言ったような絶対的な存在っていうのは、大野先輩と2人でなっていきたいなと思ってます。しかし去年11月、勝てば東京オリンピック内定となる大一番。東京オリンピックは僕は絶対優勝します。世界王者の重圧、勝ち続けることの難しさ、改めて大野の偉大さを痛感した。史上まれに見る過酷な選考レース。しかし誰よりも丸山を知る大野は、後輩を信じて疑わない。彼がここまで来る過程っていうのも全て知ってますし、去年負けた時も腐ることなくやってた姿っていうのは、後輩ながら尊敬に値すると思いますし、まあ、こんな天才な後輩がいると大変ですよ。同じ釜の飯を食ってきた同志、誰よりも進むべき道を示し、誰よりも丸山の強さを認めているのが大野だった。だからこそ同じ舞台に立つことが恩返しになる。大野の強さを誰よりも知っているのは自分だから。国際大会で何回か優勝したのと、オリンピック一発思いっきり取った人との差はとんでもない差だと思うんで、まあ、そういう人が間近にいるっていうのは本当ありがたい、僕からしたらありがたいですし、僕のその柔道人生にとってすごい大切な人だと思ってます。僕は先輩がいるから今の自分がいる。やばいでしょ。今度は絶対的な強さで一緒の舞台に必ず立つ。